おはようございます。今日は鬼滅見に来ました。鬼滅の刃映画よいしょ、渋谷です。うん、さあじゃあこれから突っ込みます。ドーナツゲットです。さあじゃあシューカーを食べて入ります。チャーハンもある？あるよ。行こう行こう行こう。はい、パンダレストランです。だってさ、パパアニメ見てないです。あの2話だけ見たことある。一番最初の途中 の、 あの家でさ、みんながぶっ殺されてたのから第1話のあたりでしょ、うん、そうでしょ。あれを見て、あれが何年前だろう。リノアとかレオが見始めたの1年前ぐらい。1年ぐらい前、うん、その時にママと一緒に見て、で、面白くねと思いやめちゃったんだよ、うん、だけど、なんでか知んないけど超面白くなってた。面白いわ、面白いわ。あとさ、なんかあの超今日の強い人いたじゃん。煉獄さん、煉獄さん、あれの仲間的な人がさ超いっぱいいたじゃん。なんなのあの人たちは。柱、あんなにいっぱいいるの強いの。柱が9人超いっぱいいたじゃん。あれ主人公誰が主人公。あの緑色と黒い羽織。あ、黒い羽織もあれ主人公なんだ。そう、あのさ、赤と緑のやつ、炭治郎、かまど炭治郎のやつが、あれが主人公、うん、あれが主人公で、それでさ、あの後ろに鬼背負ってたじゃん、うん、昔は人間だったんだけど、削ってたから、あの鬼の血を浴びちゃって、あ、鬼に会っちゃって、それであれでしょ、なんかこれ加えてると鬼を止めてられるんでしょ。悪くなんないんだよね。そこは第1話だか第2話見て知ってた、パパも。これはでもちょっと見た方がいいね、これ。ネットフリックスとかでもめっちゃやってるよね、あれ。初めの方は入れてもあのつまんないなとかされて、途中から面白くなってんだ、あれ。ということですよ、ちょっとね、ネットフリックスとかアマゾンプライムとかでこれは見てた方がいいね。はい、早っ。チョコね、あと鳥皿はあるかな。はい、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 よし、はい、じゃあ来ました。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。全部いいね。はい、餃子と春巻きも入りました。今日の朝一番の9時ぐらいのですよね、ぐらいのやつしかもう空いてなくて、でもそこにねじ込んで見に行ったっていう感じです。でもさ、やっぱりさ、見てよかったよ。あの進撃の巨人とかさ、全部そうじゃん。やっぱり話題になってるやつは面白いっつうことだね。いつもさ、最初さ見ないじゃん。でも実際見てみるとやっぱり面白いみたいなね。そうそう、これね、あの鬼滅めっちゃ泣けます。結構いい感じよ。ここね、何回か来てるけどいいわ。美味しいし綺麗だし。だってさ、この前の六本木坂西麻布のところって美味しくない？これ行ったっけ。なんかほら行ったじゃん、あの住宅街。マシュマロみたいなロベーカーが買ったとこ。そう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 、マシュマロ買ってるやつが、マッチーこのマシュマロとかやるやつ。違うところでカフェでしょ。え、カフェじゃん、そこは。だからそこマシュマロ買ってた、そこの隣でしょ。違うよ、なんかさ、六本木ヒルズの方にさ、あの坂道の途中のとこだよ、あの交番の裏側のあたり。こんなの行ったじゃん、あの提灯が、提灯がほら上にある屋上のお店の、行ったよね、ちょっと裏側のあたり。あのさ、ルイ君がさ、布団2枚かけてたとこ。布団はかけてないけど、うん、ルイ君がやってるのはあれだよ、あのカフェのとこ。でもそこよりもこっちの方が絶対いいよ。うん、なんとだよ、これまたアルファ 7C を持ってきているんですけれど、SD カードが入ってないっていうね、使い物にならないという、そんな失態をしてます。初めて今日このメガネをかけて映画に行ったんですけど、
最後のエンドロールがぐわー出てくるところ何回もこうはめたり外したりはめたり外してたりしてたんですけれど、メガネを外してるともう滲んでほとんど見えてなかったっていう、それが今まで当たり前だったから、これをはめるとマジで 4K 映像で見れました。回答ありがとうございました。では次の質問ですね。 YouTube クリエイターキャンプが始まりました。